天下人の眼光、先人の誉れ解放です。よし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 、立ち位置だ、立ち時を上げよう。サクッと取れたね。じゃあ一気にこの祖豪の城を守るかのようにちょっと進めていきましょう。いやー、まさか長宗我部領が一気にいけると。で、金銭収入結構増えた、これありがてえ。ただね、羽柴がかなりでかくなってる気がするな。これはきついですね。まあできることといっては今の現状ないな。森家はいい、とりあえず姉が浩二同盟、柴田かも同盟でいいでしょう。あとはこいつらがさ、こいつは無理なんだな。従属とかさせられたら面白いんだけど、現状はできなさそうということで、これこのままかな。清そうだか、清そうだ同盟。いや、これは一旦長宗我部を攻めてって、長宗我部領を奪い尽くし、ある程度取ってから西に進めていくっていうのが多分正解。毛利領取ってからでも遅くはないはずだ。よし、悪くない悪くない、だいぶ取れてる。元近白地にいるみたいだけど400人しかいないね。これチャンスですね。今取るべき、大変かもしれないけど取りに行きます。よしよしよし、完璧完璧。そしていきます。とりあえずここもだな。天霧城とかもう孤立させましょう。いいね、四国侵攻めっちゃうまくいってる。よし、そして親善が終わっていろんな国と仲良くなり始めたと。悪くないね。表情を始めよう。順調ですね、この国力増強が。積んだと思ったけど割とうまくいってますね、本当に。じゃあまあ軍事と論議取っていきましょう。45、やっぱポイントが優秀だな。で、氏里表情に出てきてほしいんで、これは取りましょう。で、まあ欲しい能力いっぱいある。お、気殺し強いじゃん。攻城戦の能力上げるのはね、絶対取っといた方がいい。で、開墾効果上昇、こんなもんですかね。現状、まあでも商業も少しずつだけど回ってき始めてる。足軽はまだ雇ってないよね、いろんなところで。うん、ちょっと足軽雇い出すと辛いかなって思ったけど、100人、うん、そんなにまだ無理して雇ってる感はないんで大丈夫かな。100人ぐらいしか雇ってない。よし、 OK。 とりあえず今は長宗我部をやっつけよう。44日強行出てこないでほしいね。あー、出てきたか。何人？12000、結構強いな。先に落とせないかな。あー、よかったよかった。もう兵が帰ってくれれば総合までは簡単に取れると思うんで、そしたら一旦講和でもいいしね。毛利と同盟を結ぶっていうルートもあり、まあ今は結べないけど、河野か、河野とじゃあ同盟結んどっか。うん、河野と同盟結べば毛利に攻められることが多分なくなるはず。その作戦でいきましょう。であと婚姻とかか、婚姻とかお嫁さんちょうだいって言ったらくれんのかな、この人たち。くれないだろうな。徳川家康とか姫持ってない？持ってそうだね。徳姫もらっておこう。お前だ。で、柴田家婚姻できないか。まあ羽柴もいないとでしょうねという感じですな。でこれこのままとりあえず長宗我部領を取ろう。で、まあ、あと1万つってるんだけど、こっち行くとさすがに不利だよね。長宗我部有利になっちゃうんで、出陣します。ここだけ取りに行こう。祖豪の城、よし。徳川と婚姻、これはでかいね、かなり。92日強行、時間めっちゃかかるわ。ここ
よし、そして夏になりました。ご命令を。一応お金に若干の余裕が出てきたので新設で準権所建てておきましょう。この辺でも絶対建てるのはここなんだよな。いやーでも取るべきだね。撤去しよう。忍びの里襲撃してくれるっていうのは強いんだけどね。で新設で絶対準権所。かしこまった。これさえあれば余裕で戦いやすくなるんでこれでいきましょう。あとはもうここの部隊が少しでも突破してくれるのを期待するだけ。よいしょ、時を進めます。じゃあ剣女元近かいるのは講和解除でいいぞ。よし、この城もらい受ける。完璧ですね。じゃあさすがにもうできることはないんで返してあげましょう。いや国土拡張っていう意味で言ったらめちゃめちゃ拡張できた。いやまあ浮田、まあ従属とかできたら面白いけどさすがにできないですね。他に攻めていく領地もなさそうだし、これあれか、姉が領地を取って徳川軍借りて真田取りに行くとかっていうルートはなきにしもあらずだったのか。なきにしもあらずだったんだな本当に。いやでもきつそうですねこれ。北条と接するとかちょっとゾッとするわ。あでも今回のシナリオだったら同盟結んでいい縛りだから余裕だったな。これにて、あそのルートあるんだ。ちょっと覚えておきましょうそのルート。とりあえず大砲解放、過信成長速度解放、投資費用低減も取っておきましょう。全部取ります。イメージ的には全部取ると。ゲチオでまあ戦う敵今長塚部だけの方が楽ですし、今後の発展性考えたら多分それが正解かな。とりあえず河野との親善を上げつつ毛利ともかな、かしこんだ賢女様行かしてもらって仲良くしておきましょう。うんまあ順調にいってるんじゃないか、ある程度は。ご命令を。結局倒さなくちゃいけないからね。継続発展でとりあえずこの準権状を上げておこう。長宗壁領を取り尽くせ。羽柴と戦うのどのくらいになるんだろう。同盟がみんなの同盟が切れ始めるのって多分結構先なんですよ。ご命令を。まあ兵糧収入増やすしかないから、これ羽柴の方が金銭収入とか多分上手なんじゃない。兵糧貯めてもらって兵糧収入ガンガン上げてもらおう。で毛利と同盟結んじゃえば羽柴攻めるところないはず。うん攻められないんで、うちが同盟全部結んだんで、この作戦が一番強いかな。うんこれでいきましょう。姉小路取りに行くのはありだったな。あー柴田と仲が悪くなるのか、姉が小路取りに行くときついですね。うんとりあえず長宗壁倒して様子見よう。で城と将兵を貸してほしい。あでカスカス何もらおうかな、お金かな。うん仲良くしてほしいんだけど守らざるを得ねえからな。策がございます。じゃあ論議と将棋を取ろうか。51、45、40、結構本当に優秀な武将は揃ってきてくれたの誠にありがたい。足軽歩兵速度で足軽レベル上昇は絶対取った方がいいかな。まあ、取っといてもいいかな。でも多分全然今の国力だと必要ないよね足軽は。ああいいね順調に継続発展は進んでる気がする。よいしょ。そして志天下人の眼光が発動。なんだろう、
あ、利休して交渉が有利になるやつが発生してくれましたね。そして上杉対柴田、まあこれ柴田つこう。結局ある程度強くなってくれた方がやりやすいかもしれん。よいしょ。ちなみに毛利に負けた？勝ったのか。あ、よかったよかった。勝ったなら交渉が有利になる。でも従属は国力差っつってるね。隣接してないため交渉できる内容がない。国力差だ。あ、じゃあこれうまいこといけば何もしなくても従属で国土を増やしていけるかもしれん。あ、その作戦で頑張ろう。従属作戦ちょっと汚いけどかなりいい作戦っぽそうですね。そして北条対滝川、まあ、これ滝川につくしかない。今回はね、僕が同盟を全部と結んだおかげで足場が暴れられない世界線になってますね。マジで権利頑張ってくれ。頑張ってるな。あともう戦々ここ打つだけなんだけど、長宗壁に打つ以外にうちにとってできることはないのでこのまま行きましょう。あ、でも長宗壁領の農兵の数は増やしていいかもね。農兵ちょっと増やしておきましょうか。よいしょ。あ、いいねいいね。毛利と終わってくれた。そして徳川につきます。当たり前ですな。ただね、徳川守りきれるのかな。さすがに北条の力は侮れんからな。まあ一応北条以外が徳川領地に攻められる感じはしないので多分どうにかなると信じていきましょう。で、おっと、交渉ができない。通商ができるね。通商交渉はしとこう。で、さすがに兵入れとく。4000。かしこまりました。3600。4000。かしこまりました。島左近、結構優秀な部隊出てるよ。結構優秀な部隊出てるけど、これ、あ、宇治里もいるね。これは長宗壁戦激アツだ。でまあ余裕持って戦えるね。でこれ河野につきます。力を貸すぞ。ただこれでこんだけ親善が上がっているのにもかかわらず仲良くできないだと。ただね、甘いです。長宗壁、我らの力、うちも攻めます。助立ちに参った。よーし、ありがとうみんな。お米1万はでかい。じゃあ1万、結局1万5000出しても変わんない。1万4000か。これでいきましょう。多分毛利軍も借りてるしどうってことなくなるはずだ。志果たさずして将は終えられぬな。師匠を知らず、まあ、強いけど志果たさずして将は終えられぬな。勝っても負けても有利だねこれ。結局今全部の国力使って河野に攻めに行ってくれてるんでどうにかなると思うんだよな。そして駅なきのものと言われてしまった。なんであいつと仲良くさせてくれなくなっちゃったんだ。じゃあまあ農業と商業取ろうか。ポイント的にね、余ってるものを取ってあげると。まあ農業伸ばしつつのんびりやっていきましょうか。港証券馬さん取ろうか、適当に。よいしょ。ご命令を。あとはまあ感情を与えつつだけど、あ、全然高いね。ことじけなし、修正が。じゃあこれこのままいきましょう。てか足柄解雇していいな。今のうちの国力だと足柄いらないっすね。そして長宗壁が勝利と言ってるんだけど何人減らした？ 6000。 だいぶ減ったね。はい、問題ないです。これなら2400。勝ちは揺るがないですね。さすがに揺るがないですね。よし、サクサクっていきましょう。6000で
出てきたところでもう遅い。6700でしょ。うん、余裕余裕。50日強行で。足投げ突破と。まあ6000人来たところでですね。そして橋場家を打て、ん、北条家を打てとの檄文が届いてます。求めに応じますかなんですけど、応じてもいいけど応じなくてもいいな。これ応じなくていいですね。あんま変わらん、うちは。これ多分親善下がってないと思うし、てかこの長宗我部との戦争、ご命令、戦争中に余計なことしてほしくないですね、心の底から思うことは。大丈夫ね、親善一応確認しとくけど下がってないですね。うん、問題ない。とりあえずマックスまで上げとこうか、君たち。なんかの時のために。細川は。かしこまった。承知いたしました。で、ああ、毛利同盟結べそう。毛利2年同盟でいいや。お、君も同盟結べるじゃないか。じゃあ2年同盟で。姉が工事も同盟2年。かしこまりました。こんなもんかな。滝川頑張ってくれ。カズマスに、カズマス応援しとこう。で、決戦の指揮取った方が良さそうなんだけど、ぶっちゃけ取る意味全くない。700人、こいつ置いてく必要ねえな。いや、置いてった方がいいのか、でも。よいしょ、勝ちは揺るぎませんなんで、指揮取らなくていいね。勝利の光が我が道を照らしている。よいしょ。すまねえな。じゃあ6000人まで減ってしまったんですが、十分戦ってくれたということでいいでしょう。よいしょ。ここは宇治里に行ってもらおう。長宗我部信親を城主投稿行けんじゃね。よし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 。この城もらえ、優秀なやつ引き抜けたぞ。で、あー、そういうことね。これはおかとよ取りたいね。おかとよ、おかとよ、お工場か。お工場取れればすごい有利にいけるな。おこを取ってこう攻めていくのが一番無難な気がするね。とりあえずお工場に入ろう。入場しよう、お工場。よし、56日だけど交渉できるんで、交渉でうまいことやろう。で、同盟通ったかな。同盟通りましたね。ありがたい、ありがたい。2年で公の従属はまだできないか。まあ国力はそのうち勝手に溜まってくれると信じてるので、その作戦でいきましょうか。じゃあ時を進めます。相手方の使者行ってこい。本願寺賢女、賢女にさ一旦出てきなさいって言われたらさ、出てきざるを得ないよね。でも失敗したわ、交渉。よいしょ、毛利で親善終わり。表情を始めよう。じゃあまあ商業と農業、ひたすら国力を上げるような作戦でやっていきましょう。あ、いいね、兵糧収入増えるのは早めに取っといた方がいい気がする。で、新山提案力の方がいいね、この家は。まあ、あとはじゃあ適当に商業を取りつつ行こうかな。なあ、うちはのんびりとじゃあ長宗我部倒してやっていこうかな。結局軍が出てきた。何、6500、うちの6800と戦おうとしてるわけだけど、あと24日結構持つんだな。これでもさ、うちも軍出るんでね、9000。あ、悪くないな。出陣します。これ9000出しちゃおうぜ。9000出すっていうか、まあいっか、9000出しゃいいんだ。これ勝ってもいいし負けてもいいけど、次の舞台を出しておけば
どうってことなく倒せそう。あと16日なわけだし、うん、そうしましょう。ここは突破できると信じてるけど、よいしょ。ここはね、全軍出ます。当たり前ですね。采配したいということなんで、ここ指揮取ります。必ずや勝利をつかみましょうということで、あ、死傷知らず入れてんのか敵軍。これは厄介ですね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。